あえて、あえてこの、なんか、弁当の上立っとくみたいな。これ、これ、ゾニキを守れ、ゾニキを守れ。じゃあ、ゾニキさん、もう二度と一緒に、歩くのやめましょう。別れちゃった、別れちゃった。さあ、対戦よろしくお願いいたしますと。よいしょ。はやっ。今回は恋人ラバーズ、まあラバーズという恋人役職入りの配役です。あ、え、あ、僕ラバーズじゃん。あ、僕ラバーズだ。え、誰と、名前が緑色の人がラバーズなんですよ。あ、ゾニキさんとラバーズだ。今気づいた。うん、どうにか、死なないようにしないとな。死なないようにしないと。おー、来たか、来たか、来たか。よしよしよし。絶対死んでない。かっこいい。ナイス。どういう根拠のボタンだったんだ。死んでないよ、みんな。でもみんなね、アドミンとか5人ぐらいいましたし、固まってたから。ナイスアベレージさん。よっ。いやいやいや。あ、なんか逆にだから。逆に怪しいですよね。なんか遊びたくない感じが。逆に散らそうとしてるみたいな。あー、なるほど。みんな固まりすぎてるから。同行情報を知りたいな。この2人が同行したみたいな見た人います？いや、でも結構か絶対に固まってたなっていうイメージですね。そうなんですよね。僕そんな中で一人で単独で最初 O2 やってました。逆張りおじさん、逆張ってました。僕も一人でやってましたよ。ちょっとね、思った魚なんですけど、はいはいはい、あのね、ストレージでですね、まあ、下のタスクをやってる時に、はいはい、あのね、しょぼすけさんが俺のなんかそのタスクをやってる時の後ろ姿をすごいやらしい目で見てた。あーえ、しょぼすけさん、しょぼすけさんが、いや、仮に僕が恋人だとして、さかなさんの後ろ姿見るのもう浮気してんじゃん、この試合中に。もししょぼすけさんが恋人の相方がいるんだったら、この人はちょっと浮気してますよ。なるほどね。なるほど。浮気してる可能性は。よくない、よくない。舐め回してました。あ、舐め回すように。舐め回すようにじゃなくて舐め回してたんですね。舐めて舐め回す。比喩表現じゃない。なるほど。まあでもまだ落ちないかな。そうっすね。さすがに。まだね。要素が全然ね。あれ、最初エレクトリカル直したの誰ですか？あ、ゾニッキです。ゾニッキさん、なんか私単独でエレクトリカル行ってました、うんうん、なんか全然いねえなって思ってて、でなんか壁を隔てて藤宮さんと私が、そうですね、なんかそう壁を隔てる恋人たちみたいな感じでしたけど、うん、恋人じゃないです。でも今のなんか恋人みたいになってちょっと、ね、なんかちょっとなんか匂わせいい感じのやつじゃないですか。お揃いのタンブラーみたいな。いやいやだったらちょっとなんか頼れる存在っぽいよね。確かに。ああ、確かに。知的、知的彼氏みたいな。何、何その、持ち上げ。持ち上げ。すぐ囲ってくれそうだもん。そうっすか。いろんな意味で。どういう？ヤグラがっこいい。ヤグラがっこいい。そう、そうですね。よくわかんない。いや、全然わかんない。いや、今のうまいことから、瞬間に、あ、うまくなかったんだと思いましたよ。え？まあまあまあ、ここは。ここは情報ないっすね。ないっすね。そうですね。楽しいっすね。ちょっとばらけ始めたぐらいが大事ですか。あ、そうか、投票見えるのか。見えるのか。そうだ、あぶね。いつも投票遅延バレますよ、これ。あぶねとは、あぶねとは。やめてね。さて、そうか、僕は、あれをやる必要がないんですね、タスクを。今回は、恋人なので、タスクをやる必要がないですね。タスク勝利は村勝ちなんですよ。うん。ちょっとどうしようかな。あえてこのなんか弁当の上立っとくみたいな。これやってみようか。これあえて弁当の上立っとく。あえて弁当の上立ってるみたいな。
あえてね、戦略的、戦略的弁当。怖い。いっぱいいるな。やってもいい、やってもいい、やらなくてもいい。うん。おお。なるほど。なるほど。ついに、わーエロちゃん、ついに犠牲。まだもう死んでるのは一人ということなので、はい、まあ恋人ではない。うん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 。独身ね、じゃあ。独身。いとこすか？コミュニあストレージとシールドの間の通路のストレージ寄りのところで死んでました。このタイミングで藤宮さんが、ストレージ下から来てたので、はい、藤宮さん視点では自分のセリフはないっていう証明もできると思います。どうぞ。最終目撃洗います。リアクターって来てました？来てなかったです。僕監視カメラ見てたんですけど、はい、リアクター鳴ってから10秒後ぐらいにエロちゃんがアドミンに入るのは見てます。おー、10秒後ぐらい、うんうん、トの字のところでやられてたんでしたっけ？いや、ストレージ出てすぐです。右です。あ、右の通路か、ストレージ右の通路って言ってました。だからアドミン行ってからそのまま下の方に行ったのかなって思うのは、藤宮さん視点で夏目さんってできないんですか？夏目さんどっちから来たの？あ、夏目先生、下からだと思います。上から来たんだけど、藤宮さんは下から。うんうん、僕は暗かったんで、ふてはしさんと一緒に発見したっていうのは覚えてるんですけど、夏目先生は僕はちょっと暗くて死にできてないんで。いや、僕一緒に発見してない。 まあ僕の後ろにいましたよね、ふてはしさんは。自分です。そうそうですね。夏目先生が上からで、ほぼほぼ近くにいたんで、下に藤宮さんとふてはしさんってことですよね。だから藤宮さんはやってないよね。そうですね、僕はできない。前だと思いますよ、反抗されてたとしても。リアクターが鳴った時に、扉が閉まった時の時系列で話は分かりやすいと思うんで話すんですけど、扉が閉まった時に、アベレージ君が扉が閉まってる状態の時に、外この通路から左に行ってて、で多分入れ違いで夏目君がそのまま、エレクトリカル前に通路ストレージ行ってるはず。そもそも僕がそのリアクターの後にエロチャー見てるので、リアクターの時には絶対生き残ってて、その後も生き残ってて、まあ僕的には停電の前後なのかなと思います。2回目の停電じゃない。ああ停電、うん、あ、じゃあエレクトリカル周りいる人無理なんじゃないですか？そうそうそう、停電直した人とかで、自分、プテラさん、藤宮さん、あと誰だっけ。あ、土日も停電、直しに行ったね。でもキルしたまま、そのままストレージ下通って停電直しに来た可能性は全然あると思う。もうできますよね、たまに。リアクターにいて、リアクターに乗って、あ、じゃあ無理ですね、じゃあ無理です、じゃあ無理です。ってなると誰になるんだ？リアクターに行ってない人ってそもそもいます？そうそう、影ぽよさんとかっていました？僕リアクターいましたよ、下に行ってます。たような、そう、リアクターいなかった人からまず、うん、そう、リアクターめちゃくちゃいたんで絞れるんじゃない。さてとりあえず生き延びたぞ、うん、とりあえず生き延びて、早い早い、はい、ありがとうございます。素早いボタン、ありがとうございます。 あれなんか誰も押さないとって押しました。僕はあのリアクターになるかなと思って。僕もリアクターになるかなって。同じくで、メッドベイの扉閉まったからこれならないねって思って戻って直した感じです。なるほど。行ってない自覚のある人いますか？リアクターにみんな行った？リアクター直し、まずリアクターに一番最初に入ったのは、サントスさんだったかな、俺とサントスさんだったかな。そう、魚サントスがあって、サントスが下、魚さんが上であって、でその後ババーって入ってたんだよね、うん、そう。で僕がカメラ見てた時だと、そのエロちゃんがアドミに入る時にサントスさんがメッドベイの上の通路からカフェテリア側に抜けてましたね。合ってる、うんうん、でその後上ポンでチュンチュンしてる時に停電になったけど、チュンチュン中だったので、うん、引き続きずっとやってて、私は長い間上ポンを動かなかったっていう通り。うーん、だから僕視点だとちょっとサントスさんあるのかなって思っちゃいますね、うん、あでも一応私視点でそれ仮に話すると、メッドベイの上カメラ光ってるじゃないですか、うん
はい。そしたら下るときカメラもう一回あるから、カメラのとこをわざと通って殺すことになりますけど、私の話だと。ああ、多分僕その後カメラ外しちゃってて、2回目サントスさんが撮るの見えてないんですよね。うんうん。あら、そうなんだ。やめたんだ。やめましたね、僕は。停電になってやめたんですよ。あ、リアクターの後ですか、見たの、エロちゃんさんを。あ、そうです、リアクター鳴った後です。リアクター鳴ってちょっと後、扉閉まった時あったじゃないですか。まあ、確かに右でやってる時とかは、じゃリアクター後をずっと一緒にいたっていうのはお互い白証明ができるってことですよね。あ、それで言うと、あれでした、はい、しょぼすけさんがその最後にエロちゃんさんがアドミン入ったの見て、でアドミンの下の方で死んでるんだったら、そこら辺通った人のカメラ情報とかでわかんないですか。ゾニキさんいなかったっけ、うん、どこですか。ゾニキさんは十字路にいたんでしたっけ。アドミンでリアクター、いや、アドミン本校は1回も行ってないっていうのは、たった視点から多分証明されると思う。いやー、ちょっとゾニキさんリアクターにいたね。リアクターの十字路にいて、十字路はいましたけど、アドミンとかは行ってないですよ。行ってない、一緒にいたから僕、ね、上からでしょ。もう一回言うと、夏目、はい、ゾニキ、プテ、ハッシー、フジミヤは絶対無理です。この4人は割と同じような、うん。そうですね、僕もずっと左側にいたんですよ。正直、しょぼすけさんがセキュリティの情報をいじってて、アベレージ君あたりがやってそうな気はするんだけど。僕は絶対無理です。なんでかっていうと、エクトリカルの左下で閉じ込められてて、それ夏目先生が証言してくれた。あったね、そうだね。ゾニキを守れ、ゾニキを守れ。うん。ゾニ。魚さんが言ってるのってすごい納得できて、例えば僕がクルーメイトでも、クルーメイトのラバーズで相方のインポスターがキルしてるのを見てて、それをごまかすために嘘ついてるっていう状態があり得る。で今回、もちろんインポスター同士のそのかばい合いっていうのもあるんですけど、インポス恋人同士のかばい合いっていうラインが2つできるんですよね、うんうん、なので僕がクルーかつラバーズっていう線も追うんであれば、魚さんの話ってすごい納得できます、うんうん。なんで、そこは僕が嘘ついてるっていう可能性も考慮してもいいんですけども、はいはい、少なくとも僕は左側にずっといたのでキルはしてないです。そうですね。あ、それはわかる。アベレージ君ってさ、はいはい、エレクトリカの扉が閉まった時ってさ、エレクトリカの外のエレクトリカの通、はい、左から来てない？そうですね。ただその前に、リアクターから下下って、夏目先生と一緒に行動してるんで、ちょっと僕が証言すると、エロちゃんさんってリアクターの後に死んじゃってるんですよね、うん、おそらく、その、うん、誰かの情報だと。カメラ情報的にもアベレージさんはあれじゃないですか、はい、リアクターその後、左上 の数字のやつやってたじゃない。そうです、そうです。僕はベントの上に立って、なんかアベレージ、ね、やってた弁当の上に立って、ね、そう、その時アベレージさんこれビビんねえかなと思いながら、うん、ビビってました。立ってた時に普通に、タツクやってる素振りはしてたから、はいはい、やってましたね。まあ、うん、その後の行動だとなかなか難しいかなと思いますよ。そうだね、アベレージさんも無理だと思う。消去法で夏目先生にちょっと聞きたいのが、はい、僕らエレクトリカルの下で閉じ込められたじゃないですか、はい、の廊下で、でその後に夏目先生多分そのストレージ通ってアドミンカフェテリア行って死体発見したのかなと思ったんですけど、なんか夏目先生が上から行ってその死体見つけたっつったから、どういうことなんですか。そのストレージ上までなんか気分が上だったんで、上回りでシールドに行こうと思ってまあまあまあ、はい、そう、それはもう自分の気分です。うん、あ、だセリフがないの多分藤宮さんが本当に証明。あ、でも経路もう一回教えてもらっていいですか、リアクター後の夏目先生。ああ、僕らと一緒にエレクトリカルで閉じ込められてました。で上回りで、そうそう、ストレージ開いて、あ、上回り、もう無理かなと思うので、消去法でストレージの右上ってことですか。じゃあストレージの右です、出口です。あ、右で通路です。あ、はい、ごめんなさい。なんでサントスチャゲポヨ魚が消去法で
候補かなと思うんですけど。俺もできない。僕もできないですよ。リアクター終わった後ずっと左にいるので。そうなるとサントスさんしか。サントスさんが浮いてるな。サントスさん浮いてると思います僕も。会議します。いやもう4記者は絞れたんじゃないですか。うん、そうですね。一応サントス三。うん、なるほど、そんな感じか、そんな感じですか。どうすんのこれ、ボタンどうすんの。あれ直らん、あれ直らんぞ、あれ、え、あれ、あぶねえ、あぶねえ、危ない、あぶねえ、あぶねえ、危ないんですけど、はい、リアクターの下側です。リアクターの下、はい、分かったことが一個だけあるのが、はい、相方はインポスター同士ではない、あの恋人ね、恋人がインポスター同士という説がなくなる。ああなるほど、これ多分あのギリ1秒の時にリポートが鳴ってるから、多分もう直せないと思って殺してると思うのよ。うんうん、だから殺した本人は恋人ではないと思う。うん、うん、インポスターね。リアクター行ってない人でお互い白証明できる方います？夏目先生と俺かな。リアクターじゃなかった、カフェのテーブル等にいた夏目先生。うん、魚夏目って言ったら、はい、僕はどう、夏目さん。僕残り7秒ぐらいで、治らなすぎだろうと思って、一応カフェテリアからリアクターの方面に行ってるんだけど、魚さん、どう？ごめん、ほんと開いてボタン連打しまくってるから。あ、そうなんだ。わかんないけど、魚さん、僕容疑者じゃないんじゃない？魚さん視点。僕最初ナビゲーション一緒に行ったよ。あー、そうそう、でも俺がいなくなった時いなくなってたんだけど、多分時間的に間に合わない。まあ、初手ナビ行ってたら間に合わないです。最後私なんかギリギリ影だけ見えたけど、私死にした人いるはずだけど、どこでですか？エレクトリカル誰かが行ってないですね。僕は下回りできましたけど。あ、多分それ僕かもしれないです。あのストレージの方で作業やってて、で完全に一人で浮いてて、で最後直しに行こうとして、でエレクトリカルの前らへんだったんで、それあ、アビリーさんか。私ね、影だけ見えたんすよね。直んの押せなと思って、ちょっと、サントスさん上回りでさ行ってなかった？リアクター通り過ぎてエレクトリカルまで行ってた。だって先に入っている2人を見たから、なんかね、1人入って、翔介さんともう1人入るの見たから2人行ったんだと思って、2人いるからいいやと思って入ってない。タスク優先しよう、恋人もいるのに。ちょっとなんでソニキチャリアポヨが動いてます、はい、少なくともはい、この状況上藤宮さんは、ま、確実に純クルーだと思うから、はい、ちょっとどうしようかな。そうだ、恋人でもないと、もう 守りに入ろうかな。え、さっきのさ、はい、さっきのさ、はいはい、サンドさんしかさできる人がいないのにサンドさんを釣らない理由って何かありますか？さっきのあのサンドさんしかできない理由っていうのはあんまり分かってなかった。魚チャゲポヨが、まあ、お互い左に立って、そう、二郎でさ白出し合ってるペアもそうじゃない理由が。魚さんどう分からん。俺結構左にいるの見られてると思う。ショボスケさんが死んだ段階でサンドさん黒はかなり濃厚だと思いますよ。うん、だから僕は今日入れたんです。なるほど。一応もう一回せ、うん、あーでもそっか、藤宮さんは隠しろではないのか、普通に。そうだよな、レポート押しとくか。はい、はい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 、ありがとうございます。はい、まあ私の主張からすると、黒2人が白のアリバイを作ってっていう話ができるので、それで多分初日のやつで出し合ってるのかなと思ったり、3人以上で白出し合ってるとか別にいいかなと思うんですけども、うんうん、なんで下回りでいった、組はほとんど無理だと思ってて、そうなるとチャゲッポヨさんと魚さんが
ほぼほぼ。魚が見たのはリアクターに最初に三島さんと一緒に行っていて、リアクターを直しています。でその後真ん中のタスクをずっとやって、あの上のタスクやって真ん中のタスクをやっていて、結構俺リアクターから出るのが一番遅い人間なの でその状態でロアの方に行くときに停電が鳴って、停電のエレクトリカルの方入って扉が閉まり、扉を出た後に左の方に行っているので、そもそもコミュニケーションストレージの方に行っていないので、高野さんが最後でいいですか、はい、多分死体が起きたのって殺してすぐに停電を起こしたと思うんですよ。だってインポスターの視点で左にクルーメイトが固まってるのに、左にいる人間が多い中で、ね、リアクターの後に停電を起こすっていうのは、ね、多分死体を起こしたから、右側で死体を殺したからだと思うから、うんうん、だったらそのタイミング的な魚さん無理だと思うから、サントスさんしかいないかなと思ってる、うん、あれ魚さんともう一人出し合った人って誰だっけ、うん、あ、僕ですか。チャギプルさんも左側にいた。僕も左側にいて、真ん中ポチポチしてたら停電が鳴ったので、まあ、向かおうとしたらロアあたりで、治ったので、そのまま、引き返してセキュリティにいました。でサントスさんも多分カメラ光ってるの見てると思います。カメラ光ってます。チャギさんとサカナさんが残ってて、その2人を残したっていう3番最後から3番目じゃなかったって言います。その人がこの2人残ってるっていう話があればそうなるのかなと思います。多分そこら辺で出たのがアベレージだと思うんですけど、アベレージさんと魚さんだった気がするんだよな、最後の。そうなんですよね、あんま覚えてない。俺がね、エレクトリカルの扉が閉まってる時にいたっていう情報は最初に出したんですけど、アベレージさんがエレクトリカル前の扉が閉まってる時に左の方に行って、夏目先生が入れ違いで右に行ったっていう証言をしているから、僕がエレクトリカルの中にいたのは間違いない。サントスさん釣りでいいと思うんですけど、さっきのしょぼすけさんの犯行はサントスさんは違い、ああでもアベレージさん目線は、でもアベレージさんとかをスルーして、はい、あ、じゃあリアクターに行く、いやーどう大丈夫かな、エレクトリカルに行ってるんですよ。僕はサントさん、まあ、過労してまだ釣っていいと思ってます。そもそもリアクターにいた人間を洗った方がいい。そうだからゾニキさんとチャゲポヨさんから証言が出てないんですよ、ね、うん、うん、あーマジか。クルーの人頑張ってください、よろしくお願いします。はい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 、ちょっとね、個人的にはね、魚さんまで釣りたいよな。ございます、はい、あれ、はい、ちなみにさっきスキップ2票入ってたのって誰がスキップ入れてたの？ゾニキさんとサントスさんでした。私入れました。私、はいはい、1日目、サントスさんとスキップの 4-4 になった時にサントスさん入れて、2回目でなんかちょっと別の議論を追ってしまって1回聞きたいなって思ってスキップしたんですけど、うん、まあ完全に釣る流れだったなと思ってて、はいはい、ただ多分結構私レア系追ってて、藤宮さんの夏目さん、夏目先生の白出しってそこできるのかっていうのが引っかかってて、まあ、あ、セルフをってことですか。明確にはしてないですけど、まあでも薄いのストレージにかなりごちゃっといって、インポスターだったら視界的にもそういう感じ目撃できるので薄いかなと思って、多分私レア系追ってんのかなって気がしてて、いや夏目先生の左に寄せたいんだったら停電っていう風におっしゃってたのが、だったらリアクター鳴らせばいいんじゃないかって思っていて、むしろゴチャキルを狙いたいから停電狙ったんじゃないのかっていう風に思っていたのと、なんでかっていうと、はい、リアクターを鳴らしてしまった場合、はい、もう一回リアクターに行くじゃないですか。はい、だとしたらインポスター的にもう一回左に集めてしまうと、もう一回クルメットが固まるんですよ。だけどエレクトリカルだったらそれから分かれる可能性があるから、なるほど、停電を鳴らしたんじゃないかなと思うし、2回連続リアクターを鳴らす意味がそんなにないかなと思う。ちょっと話挟んでいいですか。リアクターの人物を洗いたくて、しょぼすけさんの収益を洗いたいと思ってるんですけど、リアクターに行った人ってどなたですか。だからインポスターってか、魚夏目がカフェにいて、アベレージサントスがエレクトリカル付近にいた、アベレージサントスなので、アベレージサントスさん
が、リアクト、ね、なんでチャゲポヨソニキ僕は最終位置はナビゲからカフェに向かって入れたところのメドベの上で最終位置迎えてます、うんうん、そう一応プテハシさんも右で目撃されてるというならまあ無理かなと思っててそうなると調教でチャゲポヨさんとゾニキさんが、うんうんからそうですね、ここ対抗になるんですけど、うん私は初手メッドベイのロングタスクやって、はい、向かっているっていう感じですで十字路付近っていうのが最初さっき隠しろって藤目さんに言っちゃったんだけどあの時インポスターでもレポートしないと恋人勝っちゃうから藤目さんはインポスターはあるかなって思ってあ俺は藤目さん全然あると思ってますあそっかそっかそっか確かに言われてみればそうだあただ投票はしない方がいいと思います三刀さんで落ちていた場合ああそうなりますねめっちゃ白は隠しろではないですよねインポスターは、ね、それだったらふぅゾニキを守れうんどうしよっかねいつもリアクターやんけ怖い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 。うん。怖い怖い来ないで。給油して。うん。大通過今度は。危ねえ。さあキルが起こらないですな。キルが起こらないですな。あっす。ありがとうございます。ああ魚さん。ね、セキュリティでしょう。アドミン見たんですけどセキュリティついてたんでだと思っています。ああマジかセキュリティちょっと夏目先生にメッドベイでベッドに押し倒されてたのでちょっと怪しいなと思って何やってんすかちょっと2人に O2 が鳴ってるのに O2 が鳴ってるのにずっとメッドベイで僕を話そうとしてくれなかったんでいやちょっとだっているわけでしょここにカップルが新しいカップル作ろうかなと思ってややこしいややこしいセキュリティってアベレージ入ってなかったかセキュリティは行ってないですね僕あれプテハシさんと誰だっけなドニキさんとエレクトリカル前ら辺で閉じ込められててでその後ロワーで作業してで戻りましたね行ってないかなんはいあれ行ってなかったかなんか行ってたような気がしたかでは正直ここをサントスさんで連れてると皆さん思ってますいやめちゃめちゃ連れてると思う、うん、連れてるとは思いますで僕なんかゾニキさんとプテヤシさんがやけに一緒にいるなって思ってて今もアベレージさんから2人いるっていう情報が出ててそうですねで O2 側直す時もゾニキプテヤシ一緒にいたんですよでも僕そこで別れてるからまあ一緒にいるというふうに見えるかもしれないけどなんでゾニキさんインポスターのプテヤシさんゾニキ恋人説を僕は今ちょっと持ってるんですがなんかゾニキさんが自分のセリフもあるって言い出したのもまあなんかゾニキさんがインポスターの可能性釣ってみるゾニキさんいやゾニキさん釣ったら終わっちゃうああそん終わんないのかいやまあ一応してるなら生存でゾニキさん恋人目で釣ったとして、うん、マップでが飛ぶとしても 4人だからあれこれなんだろうインポスターって結構なんだろう結構単純な場面じゃないと思っていて多分藤宮さんがインポスターのケースって多分あると思っていてそれこそレア系だと思うんですけどそうなんですいやいやだってあそれで言うと僕あれなんですよね藤宮さんがあごめんなさいはいどうぞお願いします
あ、恋人残りであそこでリアクター直さず、はい、あレポートしちゃったら、あ、レポートしなかったら恋人勝利になるから、あえてあのレポートせざるを得なかったタイミングだったような気もして。それだとそもそもキルしないのかなと思いますが、わざわざ危険なリアクターでキルするっていう。え、上を直してたのが誰なんですか？いや、わかんないです。僕は下側から入って、下にしょぼすけさんがいるのしか見てないので。あ、上は誰かがいたかわかんないってことか。またスキップしますが、まあゾニキさんとフテハシさんの恋人説が、上行った人がインポスターなんでしょうね。じゃあゾニキさんもう二度と一緒に歩くのやめましょう。タスクをちょっと来るわ、タスクを。うん、まあ自視点ね、僕村人だからつってもいいんですけどね。ゾニキさんはどうぞ殺してください。アベレージさん入ってたと思うけどな。チャゲポヨ、チャゲポヨさん村かな。でもこれさ、あれだね、タスクがインポスターがタスクで負け何もしてくれなかった時ってなすすべがないな、やることないよね。難しいね、サポートしてあげなきゃいけないっていうこと。でもそれだとバレちゃうからね。うん、また疑われちゃう、また疑われちゃいますけど、これ大丈夫ですか。もうタスクが終わっちゃうよ。タスクが終わりました。ライトのとこ言おうかな。藤宮さんの死体をですね、ストレージ右の通路に入る前のところですね。ストレージ？いやこれ待って、いや待って、チャゲポヨさん、チャゲポヨ、あの停電いましたよね、プタヤさんと僕、はい、停電いて、あれこれチャゲポヨさんじゃないかな。今僕血しぶき見えた気がするんだけど。あの、そうなんですよ、なんかもうあのまだ倒れる前だったんです。あ、倒れる前だった。これ倒れる前でした。自分たち視点でインポスターがアベレージさん確定してて、え、どういうことですか。恋人が死んでないじゃないですか。うん、あ、確かに一日でキルされてて、だから、でも恋人が藤宮さんが言ってたゾニキさん、プデハシさんが確定してると思うんですよ。チャゲボヤさん結構一緒に、自分見てたけどチャゲポヨさんと動く人いなかったから、だったら、うん、でチャゲポヨさんがセルフリポートをする意味ってあんまりいなくて、ゾニキさんとポデハシさんの恋人分かってたら、まあこの二人を殺してでもう1キルすれば終わりだし、なんならなんならもう1キルポデハシゾニキどっちが、ゾニキ、僕はゾニキさんと恋人じゃないのね、まず。だからさっきの投票では別に僕はゾニキさんが死んでも何も問題なかったんだけど、今回も割とゾニキさんと僕一緒にいたよ。いやだから村負けだな。多分だからゾニキさんが負けたのか。ゾニキさんはなんで僕と一緒にいたいのかわからないけど、てか別にそんなにいた印象がないんですか。このキルに関してはそれで言えば、ゾニキさんとペテラシさん僕自体も完全に恋人ですね。でもこれもう村目線で提案できるのは、インポスターを投票せずに
まあクルーはタスク勝ち、インポスターはまあ頑張ってで、ちょっとここは一つどうですかっていう提案しかできないですかね、クルーメイト目線だと。僕タスク終わってるよ。僕まだ終わってないです。で、僕も終わってないです。僕がクルーじゃない、あと村なんだっけ、恋人じゃないから、塗ってきてるチャゲポヨさん、夏目さんかなと僕思ってる。チャゲポヨポスター、夏目チャゲポヨ、夏目恋人、プテハシゾニキ恋人、どっちでもよくて、だったらゾニキさんとプテハシさんとアベレイさん3人で行動してほしい。いや、チャゲポヨさんが結構黒があると思ってるから、僕はチャゲポヨさんに入れるよ。いや、チャゲポヨさんでもセリフする必要なくないですか。ここインポスターもラバーズも釣っちゃダメな場面じゃないですか、これ。いや、絶対この2人確定だな、もう。タスク進めましょう、タスク。何を言ってるんですか。何を言ってるんですか。うん、アベレイさんって黒なんだな、これ多分。アベレイジさんに殺されちゃったらやばい場面になっちゃうから、これあるな、これあるな、これあるな、あれこれあるな、あれこれあるな、あれこれあるな、やったー。面白い、これ。いやアベレージさん直して、インポスター同士だったんだね。いや、まあそうっすね。これは違う違う違う、サントスアベレージがインポスターで、恋人が多分、はい、ゾニキップで、ゾニキさんとプタシさん、もうその通り、その通り、ね、手をつないでずっと歩いてたから。そう、いや、なんか最初ロボットすぎるじゃんって思ってて、この右上のチャットに出てきますのでね、このチャットに出てきます。最初、いやこれめっちゃ露骨やなと。僕、この順番間違えたな。あ、いや面白いですね。アベリーさん、もし投票でチャゲさん釣って次、そうですね、あそこをか恋人噛んでたなっていうルートありましたね、一応。いや、あ、いや確かに投票だから間違えちゃった。投票して恋人噛めば勝ちだったのか。あ、そうですね、投票して恋人噛めば勝ちだった、うん、そうかそうか、終わんないからか、ほぼ消えてて、そう、タスクぐらいしかない、タスクしかないから、もう全力でスキップを。だからあそこは6人盤面、うん、6人盤面で一番恋人っぽい人を釣るしかなかったっすね。そう、ゾニキさん。いや、むず。あ、そっか、そうだね。そうっすよね。そうか、そうか。てか、クルー側は恋人っぽい匂いがする人は、もう積極的に釣った方がいいまである。なるほどね。序盤から。悔しい。いやー、よかったー。いや、これ1枚だ。いや、でもアベリッツさん、キルめっちゃ良かった。私死んじゃった後のキル全部良かった、本当に。いや、良かったっすね、本当に。ありがとうございます。アベリッツさんも弁当見て、うまかった。分かんなかったんですけどね。そうですね。弁当さんに完全に弁当見られて、待てーって言いながら聞きました。あ、見えてなかったんですけど。ボタンね、使わせまくってたから、あれもうまかったな。そうなんですよね。いや、私、ま、真っ黒だったけど、だいぶ抗って。いや、だいぶね、稼いでもらって。うわ、悔しいな、これ勝てたな。よかったー。ナイスです。ゾニキさん、ありがとう。いや、ありがとうございました。ショボスキさんは私が殺しました、ちなみに。うん。いや、もうサントスさんが上行って、僕下行って、リアクター直んない瞬間に、あ、俺は死ぬんだと思って。でもまあ、信じてボタン押すしかないから、僕は、そのリアクターの。ね、うん、いや、なんか最初めっちゃプテハシさんがすごいついてきて、露骨だなって思ってて、なんか途中からでも私の方から近づいてしまって、なんか最終的になんか後から私のせいで疑われるっていう、ね。いやー、別に後半、まあ最後の恋人なんだから一緒に立っていいじゃないですか。もうそうですよ、おかしいでしょ、みんな。なんか、いや、途中好きなんだもんだって。本当じゃないからって橋さんに言われたのちょっと辛かったです。いや、でもほら、やっぱ恥ずかしいじゃん、ね、なんか付き合ってるのバレるとさ。そうですね、恥ずかしいから。甘酸っぱい、甘酸っぱい、甘酸っぱい。経験豊富なんだろうな。経験豊富、付き合ってねえよって。やってねえし。別に、いや別にあいつただの友達だからさ。友達だから。たまたま一緒にいただけだし。一緒にいただけ。あとに取るタイプのね。あと霊界に見たんですけども、あのメッドベイはあのベッドに押し倒すための場所じゃないですか、ね。ああ。そうですね。そこめっちゃイチャついて。発情してる。ゾニキさんの避難場所にもなってた。うまく二人生き残ってんの面白い。そうなんですよね。